それでは、お二人目のパネリストを紹介したいと思います。お二人目のパネリストはロバート・キャンベル先生でございます。先生は東京大学教授を経て、現在お隣にあります国文学研究資料館の館長を務めです。先生のご専門は日本の近世文学で、文学と芸術、あるいは思想に関する幅広い研究を行っておられます。また、マスコミに登場されることも多く、日本の社会について活発に発言しておられることは皆様ご存知の通りです。それでは、キャンベル先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様、隣にあります国文学研究資料館、館長のキャンベルでございます。実は今ご発表いただいたご発言をいただいた、ウィットマン先生の、1年後輩、ハーバード大学でご一緒したことは、多分30年ぶりに今日お目にかかっている、お互いにバレエを重ねたなということを過去っておったところでございます。まず、国立国語研究所創立70周年、それから人間文化研究行為館10周年、誠におめでとうございます。私たち国文学研究資料館、隣、ここから歩いて3分ぐらいのところにありますけれども、いわば姉妹機関として、6つある人文機構の中にある機関の中でも非常に強固な結びつきといいましょうか、必然的にいろんなつながりを持って運営されているわけです。私たちは少し、妹といいますか、50周年をこれあと2年ぐらいしますと迎えるわけですけれども、私たちのその設置目標が、一方では、データ集積ですね、大規模データ集積、国文圏の場合は、古典籍、つまり明治維新以前に、1300年間の間に書写されたり、あるいは木版その他の印刷技術によって書かれて、そして伝承する資料を、一つ一つアイデンティファイをして、非常に整備、詳細な書史データを積み上げ、そしてそれに基づきながら写真としてそれをしっかり収集をすると。でその整備をした、メタデータと画像ということを、十数年前までは、紙焼き、という形で、一箇所に、置いて、全国あるいは全世界の研究者たちに、来ていただいて研究をしていただくわけですけれども、この十数年前からはこれ全部オンラインで、画像とそれからメタデータとして、発信をしているわけです。その、大規模、データ集積と発信と、もう一つは、共同研究、という大きな柱、この2つの柱が、国語研究所、起こり、そもそもの、その創立の経緯は異なりますけれども、その2つの、事業をこう柱としているというところが共通しているわけです。6つの機関の中でもう1つは日本のことを研究対象にしているという共通もありますけど、非常にそういう意味では創造性といいましょうか、とっても一言ではとは思えない事業をずっと、進めてこられたわけです。で今日はですね、私は先ほど、小木曽先生が、紹介をしてくださった中間報告に、寄り添いながら、そして、国文圏隣の機関を、運営する一人として、この中間報告、これ一つの、この、夢ですね。あと2年間第3期、が残り、その後に第4期という大きなフロンティアに突入していくわけですけれども、私たちも、それに迎えるべく、新しいビジョンを今描く取り組みをしているわけです。そういう意味では非常に心強くも大変興味深く、とても勉強になり、明日にでもですね、スタッフを呼んで、いや隣の国語圏はここまでやってるから、お前僕らも、ちょっともう少し頑張
は走らないといけないなということを明日から、午前中にでもミーティングを招集しようかなというふうに思っております。柱が、2つ、ございました。1つは、このプロジェクトをどういうふうに、きちんとこう定義をして、そして2層に、分けてそれぞれのその層の中で、相乗効果あるいはそれを実体化していくということだったと思います。1つは重点プロジェクトで、もう1つは中小型、中小型プロジェクトということだったわけですけれども、一番基盤としてあるのがこのコーパスアーカイブというものです。私たちも非常に有効に使わせていただいているわけですけれども、国文献に新日本古典籍総合データベースをはじめとするアーカイブが非常に蓄積されているのと同じように、国語研究所ではこのコーパスというものが、取って代わることができない非常に優位な重要な資源としてあるわけです。その言語資源をどういうふうに次の第4期の中で展開をし、国語研究、国語学という一分野の研究に限らず、分離をわたってどういうふうに、その資源が相乗性を持って活躍されるかということを起点に描かれたビジョンだというふうに思いました。しかしその中で一番最初に今日先ほど のご報告にありました、この、オープンサイエンス、オープンデータを基礎とするということは、基本中の基本のことだというふうに思います。私はおとといまでイタリアに出張しておりまして、今年はロンドン、それからパリに大規模な日本資料の保有機関を訪ねて、さまざまな話し合いやワークショップを行ってまいりましたけれども、まずオープンデータにするということが、相手を求めるときにこれはまず基本ということでして、国内もそうですけれども、これから海外とのそのパートナーを、と一緒にこの組んで何かをしていくというときに、オープンサイエンス、オープンデータであるということを一つのプロトコルとして求められることだというふうにも思いますので、それをいち早く基礎にしていくということは重要なことだというふうに思います。で、実は私たち隣に国文献よりも、一日の長として、ここ国語研究所が実践しておられるのは、そこで必ずしもその中で、無料で全てを提供するということではなくて、英語ではマニタイズという言い方をしますけれども、ある程度収益性ということも考えて、活用していく。そうすることによって、むしろ相手をこう選択をし、強固な関係を構築をしていくということ、特に民間やさまざまなその企業産業の中で資源を活用していく、その中で収益性ということを視野に入れるということが、私はこれからの、日本のさまざまなその文化資源、私たちは、言語文化資源ですけれども、等しくこれが大変大きな意味を持ってくるだろうというふうに、思います。もう一つは、最後の方に、最後と言いますか、2つ目としては人材育成という話をなさいましたけれど、これ我々人文機構の中では、これ最も1、2を争う非常に喫緊の課題として取り組んでいるところです。で、2つの機関、国語研が1つですけれども、総研大の中にはまだ入ってなくて、そこにはぜひ加わっていきたいというふうにおっしゃっているわけです。ちょっとこう内側、国語、総研究生、大学院生を、長く受け入れ、そして基礎的なその人文科学をずっと教え、その卒業生たちとずっと、今までも交流、特に留学生がそれぞれの国に帰って、機関との非常に強固な、そこが通路になるわけですので、それぜひ進めていただきたいと思うんですけれども、ただ年々、総研大にはですね、優秀な大学院生を、確保することが困難になっているという現実が、あります。
まあ、創建大の中でも第4期に向けてさまざまな改革を計画をしているというふうに側分しているわけですけれども、海外の大学と協定を結び、すでに国語圏には多くの海外の大学と協定を結んでいるので、まあジョイントディグリーでありますとか、あるいは留学生を積極的に取り組むことを調査でありますとか研究の一環として、あるいはその流れの中で獲得していく、これは大学ではなかなかできないことで、共同利用機関が私は優位性があるというふうに思います。国語圏もそうですけれども、海外に出かけていてさまざまな共同研究あるいは調査をなさるときに、そこにいる指導者あるいは学生たちが入ってくるという、一つのこの気流を作るということが、これ非常に重要かつ他の研究プロジェクト、重点的なそのプロジェクトにも投影されるという循環を作るということができると思います。最後ですけれども、これから検討されるところとして3点ありましたけれども、ありますけれども、一つはこれから日本に外国人労働者が多く入ってくる、そして日本語学日本語研究が非常に重要なことになってくると思います。これが一番最後に私は今手元にありますけれども、この中間報告書の中にある地域文化振興と、これは実は密接に関わるところです。こういうふうに外国人に対する語学の教育と、それからそれぞれがこれから暮らし働く地域の創生ということは非常にそこには密接な接点があり、これは語学、私たちも文献観光資源学などといったようなプロジェクトを立ち上げて成果を出しているわけですけれども、言葉を介して地域を、そしてそこに入ってくる他者の共生ということを実現をするということは一つ非常にシャープな問題プロジェクトだというふうに思います。もう一つは大規模データや AI 技術のその発達に伴うデータサイエンスの進化ということがあります。これはまさに我々もそうだし、他の機関の中でもこれ大いに期待しているところですので、他機関との共同ということを大いに期待していきたいというふうに思います。非常に抽象的なお話ですけれども、まあ、隣 の、 妹から何とかとにかくさらに大きな夢を描いて、それを実現できるように頑張っていただきたいというふうに思います。すいません、私 の、 ことは以上とさせていただきます。ありがとうございます。田村さん、ありがとうございました。